今日は愛子さんの鉢を、うん、あの販売させていただきます、はい、実はこの間愛子さんの絵のデザインと一緒にね鉢も入荷しました、うん、はい、はい、はい、こんにちは。はい、こんにちは。トロピカルガーデンです、はい、今日は暑いね。暑い。この角度から撮るのあんまないな。そうだね、この角がね、ここね、うん、ここは3プラス1の商品があったりとかするバッグです、ね、うん、そうだね、ここないもんね、うん、ね、いろんなところがあるからね。はい、毎日たくさんのご購入ありがとうございます。ありがとうございます。昨日のセットまだまだ販売させていただきますので、スクラッチもつくしビンゴもつくし、うん、苗そっちにあるんだけど苗がめっちゃ可愛いので、うん、かなりお買い得になりますので、ぜひ在庫がある限り販売させていただきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構ねコンプリートでご購入いただいている方もたくさんいらっしゃって、うん、ね、いたね、うん、本当にありがたいです。ありがとうございます。でもね、それだけ可愛い苗なので、うん、やっぱりね輸入していろんな苗がこうね一気にバッて輸入で来るんだけど、うん、その中でもやっぱりこう組み合わせでね、今回はこの組み合わせみたいな、やっぱり可愛いのをね見て組み合わせちゃうんだけど、結構可愛い組み合わせになってるので自分の好みが出ちゃってるかな。はい、そんな感じでまだまだ販売させていただきますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあそしたらね、10と10プラス 2S に付く、うん、ブリキの鉢、うん、ブリキのこの、写真です。そう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 、写真で載せさせていただいてるんですが、実物を見せてなかったので実物を見せます。こんな感じです。いいね、かわいいね。かわいいでしょ、うん、でさ、これ結構この普通に釘とか打ってあるような棚でこう引っ掛けられるから、このまま引っ掛けて寄せ植えしてもらえますので、うん、ね、なんか俺最初小物入れで使っちゃうかも。あ、そうだね、寄せ植えする前に。そうだね、でいい時期が来たら寄せ植えするとか、うん、そうなんだよね。もったいなくなっちゃうんだよね。もったいなくなっちゃう。土をどんどん使ってください。そうだね、在庫がある限りはこれとりあえずやらせていただきますので、うん、10のセットと、うん、10とミニ苗が2つつくセットに付けさせていただきます、うん、はい、1セットにつき1つつきますので、2つご購入いただいた場合は2つつきます。うん、でちゃんと穴も開いてるんだよ、ほら、本当だ、鉢底に、うん、ね、だからちゃんと植木仕様になってますので、このままカバーとして使ってもらってもいいし、鉢、うん、カバーでね、うん、寄せ植えでもいいと思うし、すっごい可愛い、こういうの大好きだから、うん、ちょっと前に販売させていただいたスコップとかと同じようなシリーズです、うん、ね、ぜひよろしくお願いします、はい、これもたくさんご注文いただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、で今日は愛子さんの鉢を、うん、販売させていただきます、はい、実はこの間愛子さんの絵のデザインと一緒にね鉢も入荷しました、うん、はい、はい、で今日待って販売をさせていただきます、はい、で一つずつ紹介をさせていただきます、はい、今日鉢の他にもう一つ紹介させていただきたいものがあるんですが、ちょっとここじゃ紹介できないので、とりあえず鉢だけ紹介させていただきます、はい、まずパイナップルのこのアロハって書いてあるこの鉢、これは、4号サイズかな、4号サイズのパイナップル柄になってます。はい、でカラーはお任せなので、白ピンク選べないようになってますので、そこだけご了承ください、はい、それからパイナップルのタイプの、お、パイナップルのタイプのこの朝型の4号、はい、これもあります、はい、ね、これもピンク白とあります。でちょっと先にパイナップルちゃんから見せていくね、うん、はい、でこれが3号です。ピンクと白があります、はい、めっちゃ可愛いよ、うん、トロピカルな感じだよ。そうだね、大好きだよこういうの、ほら、うん、ね、愛子さんってこうイラストうまいよね、うん、すごい可愛く描く、ね、俺もこういう可愛い絵が描けたらいいな。そうなんだよ、ムカつくイラストじゃなくてね。ムカつくとか言うな。で次がね、このこれ海っぽい感じの人手のやつ、すっごい可愛い、ほら、うん、人手だよね、サンゴ、人手だよね、これいいんだよね、うん、そうだよね、うん、でこの海のさ、天然石で言ったらちょっとラリマーっぽい感じですごい可愛いんだよね、色味がね、うん、すごい綺麗な色味です。海を表してるのかなね、うん、この鉢、人手、人手って書いてあります、タイトルには。これは 2.5 号かな、3号だ、あれ3号だね、うん、あれそうだよね、3号で合ってる、分かんなくなっちゃったね、3号です。タイトルに全部サイズっていうか鉢のサイズと鉢のデザイン名書いてあるので、そこで見てください。これは 2.5 号です。はい、はい、3号じゃないけど3号だね。3号じゃないけど3号ね、うん、そういう変なことばっかり言ってる。で次がこれめっちゃ可愛いなと思った、それの浅い方もあった、うん、ね、浅型もあります、はい、でこれがちょっと
と待った、札が分かんなくなっちゃって、これどっからにしちゃったんだろうこれだ、これもだね、うん、これがクリームソーダ、すんごい可愛いんだけど、うん、ね、あのこれは 2号サイズになってます。でちょっとずつルドルフのね表情が違う、あと出てくる場所が違うの、ルドルフが顔出してる場所が。でこれもランダムになりますので、はい、ご了承ください、はい、この番号なくしちゃったら大変なことになっちゃう。あ、ちょっと待ってよし、で次が、はい、これは 2.5 号のルドルフ。こう見てもらうとほら、ルドルフが登場してる場所が違うの、うん、なんか氷っぽいクリームソーダだったよねこれね、うん、これめちゃくちゃレトロな、そう、すっごい可愛い、うん、ね、これ欲しいなと思って。で次あとビール、今年バージョンのビールって言ってた、ルドルフが乗ってて可愛い、めちゃくちゃ可愛い。これ自分ではねサボテンを植えてるんだよね、うん、金色のサボテン、なんだろう、あんまトゲがないやつ、なんだっけ、それだけじゃ分かんない、アミラリアみたいなやつの、見てみないと分からん、後で見せるね。それに植えてるんだけど、それを植えてるんだけど、うん、ビールの鉢ですね、ルドルフが。ルドルフの表情がちょっとずつみんな違ったりするので、これは手挙げてるね、うん、ちょっとずつ違うの、これ右手挙げてるね、なのでこれも柄は選べない感じになりますが、ランダムになります、はい、これ見せてないねまだね、うん、これはソーダって書いてあるのかな、タイトルがね、クリームソーダと、こっちはブルーの方はソーダっていうタイトルにしてます。こっちもルドルフちゃんがいろんな表情をして、いろんなところから登場してくれてますね、ランダムになります。 2.5 号サイズになります。これも可愛いよ、ほら、いちごベリーソーダかな、なんだろうな、うん、ね、いちごって書いちゃってますタイトルにはね、うん、そんな感じの、あのルドルフの鉢です、はい、ね、みんなさ、いろんなところから出てるのがすごい楽しいなと思って、絵本を見てるみたい、あやこさんの鉢って、うん、かわいいよね。でこのいちごは、2号サイズもあります、はい、ね。でこれね、一番今回自分の中で見て、うん、すごいうわーってなったのはこのプリン、うん、プリンがめちゃくちゃこれ可愛いなと思って、ほらソーダも可愛いんだよ、クリームソーダも、うん、でもお腹空いてたんかなすんごい可愛いんだけど、これ自分でも欲しいなと思って、もし あのね、うん、在庫が余ったら購入もう絶対しようと思ってます、うん、ね、可愛い、さくらんぼがまた可愛いね、このね、うん、すごいよね、アイデアがさ、2号にで、こっちが 2.5 号です、はい、ね、こんな感じです、はい、なのでこれは今日の21時に販売をさせていただきます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ次は、次の紹介をしていいですか、うん、はい、じゃあ、はい、OK、ちょっと場所を移動します。はい、はい、はい、うん、実はね、うん、あのワンちゃんの、ワンちゃん、猫ちゃん、うん、ペット用ウェアを、うん、これずっと作りたくて、うん、やっと出来上がりました。はい、はい、で、あのいつものね、T シャツとかと同じ絵柄でね、うん、作れたらいいなと思ってずっと作ってたんだけど、うん、ね、やっとできて、あの思っている想像のウェアを見つけ、あのね、やっと入手できたので、うん、それで作らせていただきました、はい、今ね、ブリちゃんとかが来てるんだけど、ブリちゃんちょっと来て、コッペ来て、コッペ、コッペこっち来て、こっちこっちこっち、お座り来て、よし、コッペお座りして、コッペとブリちゃんは今コッペとブリちゃんが今お揃いでこんな感じで来ています。こっちお座りして、ブリちゃんがこれ、ブリちゃんちょっと今ダボダボ系でね、お尻まで隠れてるけど、ブリちゃんね、体型がちょっと特殊だから、うん、一応これが一番大きいサイズです。 5XL だね、多分ゴールデンレトリバーとかラブラドールとかあんな感じの、あのね、うん、あの大きさ感で着れる、胴回りは同じようなんですから ね、うん、ね、なのでちょっと丈が長いんだけど、ブリちゃんは 5XL でした、はい、でコッペが一応中型犬なんだけど、うん、小型っぽい感じなんだけど、うん、今 2XL だよね、これがね、うん、コッペが着てるのがで、ぴったりです、はい、結構細めの子なんで 2XL でも大丈夫かなっていう感じです、うん、で一応商品説明のところにサイズを、うん、あの書いてあるので、そこでちょっと見合わせてみてください、うん、一応バストとこの丈がサイズ表記があるんで、ね、まあ、実際測ってもらってね、うんうん、ちょっと余裕のあるサイズで頼んでもらえる、うん、あんまりきついとこう袖通すとかが大変かもしれないけど、うん、でもね、案外そんな伸びづらい生地でもないんだけど、うん、この袖口のところがこう、なんて言うんだろう、こう袖がついてる感じになるので、ちょっとここがあんまりきついと伸びづらいかなっていう感じです、うん、はい、ブリちゃん、ブリちゃん、うん、
無理ちゃんどうした、ね、で、ちょっとデザインを見せていこうかな、うん、はい、で、サイズは一番大きいのがブリちゃんサイズです。ちょっとだけ濃く、はい、5XL ね。ごめん、ちょっと遅いなくて、ちょっと待って、コロチンで、コロチンで、一番ちっちゃいサイズから見せてもね、うん、で、今回デザインを、うん、まず1個目、これが一番ちっちゃいサイズです、うん、XS だよね、これがね、どんな子が着るんだ、うちにはいない、コロチンと比べたら、ね、チワワとか、うん、なのかな、もうあと子供まだ赤ちゃんになる前とか、ね、そうだよね、ベビーサイズとかそういう感じかもしれないです、うん、愛子さんデザインで、で、カラーが一応5色あります、はい、イエロー、レッド、グレー、あとブラックで、ブルー、今ブルーがパピコが来てるんだけど、パピコが出てこない、パピ、ちょっと出てきたら見せます、うん、はい、はい、ブルーがあります。で、色とデザインは選べるようになっています。色サイズ、デザインがね、はい、で、一番ちっちゃい XS サイズがこんな感じ、はい、ぬいぐるみに着せたいね、これ可愛くて、うん、そうだね、ね、前から見るとこんな感じのデザインになっていますね。パーカーになってるんだけど、後ろにポッケがついてる感じ、こんな感じで、うん、チャックがついてるポッケが後ろについています。ここはね、はい、穴が開いてません、ここだけ、うん、だからおやつが入れられるね、うん、もしくはトイレ袋そうだね。で、次がこれが、これね、デザインはちょっとこれね、うん、仮のデザインなんで、ちょっとこれね、うん、これは神さんの、うん、神さんだけど、このタイプじゃなくて3つのおやつにしたから、そうだね、うん、このタイプじゃなかったの、サイズ感としてね、うん、神さんのタイプは3つのやつある、ある、神さんのサイズ、あ、これだ、うん、こっちで、もしでもさ、希望であればこっちでも、うん、あ、そうだね、あ、こっちじゃない、こっちか、うん、これね、小さいサイズだとなんかいい感じなんだけど、そうそうそう、大きいサイズでね、印刷したらなんとなくあれだったので、うん、小さめのサイズ、これが何サイズだ、ちょっと、これ S、 あ、3個並んでるやつは L、 L だって、L、うん、L ぐらいまでは別に1個とかでもいいかなと思うんだけど、うん、それ以上になってくるとちょっとバランスが悪かったなってちょっと思ったので、うん、3個にしてみました、はい、ね、で、次、これも T シャツですごく人気なデザインだったので、うん、これを使わせてもらいました。ブリちゃんたちが着てるのとはまた違うよね、これね、うん、違うね、このデザインで、これが M だよね、うん、サイズ M だよね、うん、結構 M でもちっちゃいんだよ、うん、で、一応、うん、あのワンちゃんたちに着てもらって、うん、シーズ、うん、5キロのシーズちゃんで L だよね、うん、L サイズでした、うん、これよりもうワンサイズ大きいやつがシーズちゃんでした、はい、で、これが、うん、このサイズだね、これが L サイズです、うん、このサイズでシーズちゃんサイズです、5キロぐらい、5キロから 5.5 キロぐらい、はい、で、ちょうどいい感じでした、ゆとりがあってね、うん、で、これが XL だよね、うん、XL サイズ、これもブリちゃんたちが着てるデザインと違う、さっきと同じデザインだね、うん、XL サイズです、はい、ね、これが XL サイズは誰か着てる子いるんだっけ、あ、コッペか、まあ、2XL って言ってもらった、あ、2XL か、うん、コッペが 2XL だ、はい、ね、で、これはちょっとデザインがまだついてないんだけど 3XL のサイズ、もうここら辺になるとかなりでかい、大きい、ね、これが柴犬がこれぐらいだったんだね、うん、そうだよ ね、 あの写真の、まあね、うん、載ってるよね、うん、商品説明にね、うん、柴犬サイズでこのサイズでした、はい、ね、ワンちゃんのお洋服とか購入されてる方は何となくサイズ感分かると思うんだけど、一応ね、これは 4XL、うん、なので柴犬よりちょっと大きいサイズのワンちゃんになるよね、うん、ね、ちっちゃいサイズとかさ、猫ちゃんとかが着れるのか、うん、そうだね、そうだよね、そういうサイズだよね、うん、猫ちゃんにも着れるサイズだよね、うん、ね、そんな感じで、だからデザインが愛子さん、うん、それから神さん、神さんはだからご希望であればこっちのデザインでも、うん、2パターンどっちでも、うん、こっちか、基本は何もなければ3ついっちゃうけど、3つのパターンで、もしご希望であればこっちの、あのワンポイントっていうか 1つのやつもできます、ワンちゃんだけにワンポイント、うん、ワンちゃんだけにね、で、あとは、はい、お花の、お花じゃない、このピンクのタニック、はい、赤いタニックの方、はい、それから、神さんでしょ、うん、で、今度ブリちゃんで、リースだ、あ、リース、はい、うん、リースね、うん、で、あとブリちゃんが着てるタイプ、うん、こっちの、うん、こっちの寄せ植えの ね、 ここが出てこなくなっちゃった、ね、ハッピー
ね、そんな感じで、はい、ワンちゃんもやばらずいい子に来てくれてるので、うん、ただね、ちょっと暖かい生地なので秋冬でも全然使えちゃう、うん、夏エアコンがついてないと暑いかなっていう感じです。生地もね、うん、こんな感じです。ちょっともう沸騰してる、そんな厚地じゃないんだけど、うん、もう沸騰してる感じ、はい、コペが一番いい子に見せてくれるね。そうだね、こんな感じ。ポッケがついててね、実はコペ出たかったんですよ。そうだね、結構いい子なんだよコペ、うん、ね、うん、コペきつくないでしょね。はい、みんなに見せて、コッペフードついてて、はい、お座りは、コッペお座りは、コッペお座りは、はい、お座り、いい子ね、はい、はい、パンちゃんに呼んでない、パンちゃん裸でしょ、だってパンちゃん服着てない、パンちゃんがね、ちょうど着れるサイズを今パピコが着ちゃったから、うん、ね、そんな感じで、はい、はい、これは、今日の21時に販売を開始します、うん、はい、はい、すごい可愛いと思うんだけど、ワンちゃんとお揃いで、ね、うん、着れたらすごいいいなと思って、うん、で、T シャツのデザインの中でももしね、うん、あ、ゆうたそっちドア閉めちゃってくれる、ちょっとお揃いで着たいとかね、例えばお揃いでね、着れたらすごくいいなと思って、うん、ね、でもバックプリントにしないとやっぱり見づらいと思うので、うん、あえてバックプリントにさせてもらいました、うん、なんか僕ここ濡らされちゃったの、ぶりちゃんにびちゃびちゃに、ね、ね、すごい可愛いです。そっちは違う、そっち裸、こっちは裸の二人です、はい、ね、うん、全然動きやすそうだし、うん、あのブルドッグたちはすっごい毛が抜けるから、こうやってお洋服着せとけば、うん、あれだよね、毛が抜けなくなるよね、うん、抜け毛落ちなくなる、うん、ね、めっちゃいい子になってるね、カメラが回ってるから緊張してるんかな、ね、コペが困ってる、帽子かぶせたら、ね、はい、そんな感じで、うん、から今青が見せられなくて見せたいんだけど、うん、ね、パチコが出てこないんだよね、出てこなそう、パチコは極度の恥ずかしがり屋さんですぐ潜っちゃうんだよね、うん、なのでもしサイズ感不安でしたら、うん、あの一回言っていただければアドバイスできると思うので、うん、いろんなね、ワンちゃんに来てくれ、あの、来てもらってサイズ感を見たのでぜひ言ってください。はい、はい、カラーちょっと青は商品説明のところで見ていただければ、うん、青はね、ちょっとグリーンっぽい青だよね、青っていうより ね、深い青、うん、エメラルドグリーンに近いような青になります、うんうん、ね、出てこないのね、うん、ね、そんな感じで、はい、よろしくお願いします。どの柄が可愛いかな、はい、今自分の中で一番、うん、いいなと思ったね、やっぱグレーでブリちゃんの柄すごい可愛いなと思った、うん、ブリちゃんが着てるからさ、アイコさんのアイコかも、すごいこれ可愛い、うん、ちっちゃいサイズにすごい可愛いよね、うんうん、ね、うん、見本でもあの着用感のところでもいろんな写真載ってると思うのでちょっと見て、うん、ブリちゃん大丈夫、うん、見てみてください。はい、うん、いた、あ、パチコがいた、この色が青です。はい、あ、パチコ、パチコちょっと大きかったの、そう、ワンサイズ、うん、ごめんね、ごめんごめん、パチコ、はい、ね、パチコの色がこれが青です、パチコしのパピコ、はい、青です、はい、ね、ちょっとグリーンっぽい感じ、はい、そんな感じです。はい、はい、いや、大丈夫、大丈夫です、今日21時に販売になります。はい、はい、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、じゃあよろしければ、はい、チャンネル登録と、はい、高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。